姿が。今日は GoPro 本体のマイクだった。大丈夫かな。GoPro の近くで喋ってれば大丈夫かな。この GoPro の手ブレ補正の効き方っていうのも独特で、これはこれで好きなんだよね。ジンバルとはまた違った。飛行機が光ってる。すごい日差し、逆光、気持ちいい。ちょっと走ってみた。あ、風も吹いてるから風切り音どうかね、使い物にならなくなったりしてちょっと心配だな。まあボツになったらボツになったらいいか、しょうがない。空がマジ気持ちいいな。こんなですよ。外に出てこなかったら味わえないこの、なんだろう、空の感じね、空気とか。もっともっと田舎に住みたいね。ど田舎に住みたいね。外国人が大声で何かを言っていた。うわ、飛行機が。昨日 IPv6 インターネットに変えて、まあ、快適になったんですけど、昨日夜までモニターして今朝も見てたけど、まあ、大体70メガぐらい出てますね。測るたび70ぐらい、まあ、時々60とかもあるけど、平均して70ぐらい出てるってことだよね。これは変更して正解だったんじゃないだろうか。成功と言っていいんじゃないでしょうかね。
系動画もちゃんと見れるし、一番はねスカイプとかズームの相手の映像がね、顔の皮膚のシワの感じまで見えるっていう、今までそこまでは見えなかったもんな。ずいぶん改善しましたね。大成功です。本物のプードルだった。すれ違った犬が。あ、風があるな。風切り音がどうなるかな。今散歩出てくるとき、iPhone を珍しく忘れてきてしまった。通信ができない状態で、まあこれはこれでいいかな。緊急の連絡とかもあるけど、まあそうないでしょう。わかんない。こういう時に限って急ぎの連絡があったりしてね。海の方なんだけど、海の上に雲があるってことか。そしてこんな空が。してきた。昨日インターネットが順調になって、その後で起きたトラブルっていうのは、まあ、インターネット関係ないんだけど、もう必須アプリ、 Mac を使ってて必須アプリのテキストエキスパンダーというね、まあ、アプリなんだけど、これが使えなくなってて、ちょっと理由は分からなかった。ただここのとこ最新のアップデートとかができなくて、インストールはできるんだけど起動するとね勝手に落ちるんですよね。そんでちょっと古いちゃんと動いてたバージョンをちょっと使い続けたんだけど、続けてたんだけど、それも動かなくなって、まあ結果的に動かす、解決して動かせたんだけどね。そのテキストエキスパンダーっていうのがなぜ必須なのかというと、例えばコーディングするときとか、メールを打つときとか、まあ、定型文を打つことって多いですよね。まあ、わかりやすいところでいくと、自分のメールアドレスをいつもそのキーボードから直接打ち込んで、するのめんどくさいじゃないですか。そういう時に、自分の場合はそのメインのメールアドレスはキーボードで英語入力モードね、で MMM って3回 M を打つとメールアドレスが自動展開されるっていうね、そういうショートカットを割り当てておけるんですね。それをいろいろ応用を効かせて複雑な処理させたりっていうことができるアプリです。まあ、毎日のように必ず使ってるのは、そのメールアドレスとか、あとファイル名に入れる今日の日付。これはね、例えば、nmarkto、today の to ね。nmarkto って3つ打ち込むと、今日の日付のスラッシュとか、ハイフンとかのない数字だけのテキストが入力されるっていうこと。これでファイル名の後ろに、今日の日付を入れたり、まあ、できるってことですね。この今日の日付を区切り文字なしにしとく理由も、
サーバーとかにファイルをアップしたときにスラッシュとか、まあ、スラッシュは使えないよね、まあ、ハイフンも分かりにくくなったりするから、まあ、連続した数字にするってことね。4、5、6、7、8桁の。例えばこの YouTube のタイトルとか、タイトルだとすると、まあ、日付が自動的に今日の日付になったものが入るようになってるんですよ。でお散歩カメラ、お散歩 Vlog っていう YouTube のタイトルをつけるから OOSA OOSA って打つんですよ。 OOSA って打つと自動的に今日の日付の入ったこの YouTube 動画のタイトルが入ると。でその時にダイアログボックスが出て、カメラを選択できるな。まあ今だったら ZV-1 GoPro オゾンポケット iPhone とかをプルダウンから選んで、指定することができるっていうこと。あとは何で編集したか、MacBook なのか iPhone なのか iPad なのかとかも選べるし、編集アプリも選べる。で音楽も、今2人ミュージシャン使ってるんだけど、使わせてもらってるんだけど、そのどっちかを選ぶと URL 付きの名前が入るようになってたりとか、まあ、それはあれか、概要の方か、タイトルじゃなくてね。で概要の方は YouTube だから YYOU って入れるとそれが出るようになってたりします。ちょうど今人がそっち歩いてきたからここで待ってます、待機中。そういうね、ショートカットでキー入力を、キーボード入力を省略できる、そういうアプリです。まあ、他にもいくつか種類があるんだけど、まあ、長年使っててね、データベースが割ときっちり作ってきちゃったんで、継続してそれを使ってます。あとはね、コーディングの時にも便利で、例えば PP って2回 P を打つと P タグカッコ P カッコ閉じと、HTML の閉じタグね、カッコスラッシュ P 閉じカッコでカーソルがそのタグの間に入ると、でカーソルの位置まで指定できるようになってるとか、あとは例えば原稿からテキスト原稿もらってて、そこから HTML を作るときなんかもテキスト、その例えばタイトル、見出しっていうの、見出しのテキストがあるとして、それをまずコピーして、で HTML エディターとか、ブラウザのムーバブルタイプの管理画面とかでそれを貼り付けるときに、まず先にテキスト原稿からコピーしておいて、で、アンダーバー P で打つと P タグでクリップボードを囲んで貼り付けてくれる、そういう風に作ってます。それが P タグじゃなくて H1 タグとかね、 H1 から H6 まで作ってあって、あと P タグでスモールタグ、ストロングタグと DIV タグ、まあ、よく使うタグをね入れてます。あとはブートストラップの
構造的なレイアウトをするときはね、タグの組み合わせ、div クラスローの中に div クラスコル MD、まあ、コル3とか入るとかね、でその数字のところをダイアログで入れられるようにしちゃったりとか、まあ、それによってかなりコーディングが省力化できる。あとムーバブルタイプのタグなんかも入れてあって、よく例えば使うのが、エントリーデートイコール、違う、エントリーデートフォーマットイコール何々みたいな、そうすると記事の作成日の日付が入れられるんだけど、その日付のフォーマットが、まあ、いくつかパターンによってあるんだけど、それを入れといて自動的にタグを入れられるようにしてたりとか、まあスニペットだよね、コードスニペット、それとかコピーライトのところに今年の年度を入れるタグとかね、そのサイトを作る上でよく使うものをスニペットとして入れてあるって感じかな。 HTML、CSS、ブートストラップ、それからムーバブルタイプのタグ、MT タグっていうのをね、メールアドレス、住所、あとメールの文章とかね、お世話になっております藤田ですみたいな、そういう定型文を入れておいてとかね、まあとにかく何を入れとけばいいかっていうよりも、過去を振り返ってみてよくこれやってるなっていう、しょっちゅうこの文字入力してるなって思うものを登録していく。それからね、このソフトウェア上にある機能で、自分が何回も入力していると登録しますかみたいな出してくれる機能もあって、今は使ってないけど、それも結構優秀でね、そのさっき言ったよく使うものを思い返すっていうことしなくても、同じことを何度もやってると、これ登録しといた方がいいんじゃないっていうような感じでおすすめしてくれるんですよね。でそのが出た時に、その時に登録すれば、でショートカットも決めといてね、ショートカットっていうか、まあ、いっぱい登録しちゃうと被ってきちゃうから、例えばMT のタグの場合は、円マークから始めるとか、円1個かじゃなくてね、円何々っていう、まあ、2つか3つぐらいの、アルファベットをね組み合わせるんだけど、その先頭文字を円マークの時は MT とか、アンダーバーの時は HTML とかね、あとHTML やってるとよくやるのが BR タグをよく入れるんだけど、入れなきゃいけないこと多いんだけど、これはカンマセミカンマ、ね、なんだっけ、カンドットとカンマが隣り合わせにさ、キーボードであるけどさ、それを打つと、今日はカン、ドットカンマの順番で押すと BR タグが入るようにしちゃったりとか、その辺は自分が流にねカスタマイズしておくってことですよね。そうするとね、いろんなところで使えてキーボードを打つ回数がね減るんですよね。まあさすがにメールの文章とか原稿書きの時はそれはあんまり使わないんだけど、やっぱコーディングとかそういう時にはよく使う機能ですよね。便利です。似たようなソフトでロケットテキストって言ったかなとかっていうのもあったりするんだけど、まあ調べるとね、いくつもあるんですよね。でテキストエキスパンダーは Mac 版だけじゃなくて、最近は Windows 版もあったり、iPhone アプリ、iPad アプリもあったりするんだけど、まあ、ちょっと使い勝手が
iPhone、iPad の場合ね、そんなによくないんで、まあ、英語圏の人がね、英語だけで iPhone 使ってれば、メインキーボードをそのテキストエキスパンダーのキーボードに、ね、変えてしまえば楽なんだけど、日本人の場合は、やっぱ日本語キーボードを使っている時と英語に切り替える時とあるでしょ。そうするとちょっとそれがめんどくさい。iPhone とかってキーボードの種類を切り替えるのがめんどくさいからね。なのでどうしてもっていう時以外は使わないですね、 iPhone の場合は。はい、ということで今日はテキストエキスパンダーの話になっちゃったかな。おすすめ。はい、じゃあそんな感じで、今日はすごい光が正面から来てる。ではまた明日。Thank you.